はい、それではやっていきまする。クリア率は約 7% なんだぜ。運び屋さん、誰だろ？犬っていうのはおそらくワンワンのことだよな。あ、なるほど。ファイアークラウンが子連れ狼みたいにワンワンを運ぶと、納得です。全然納得できないんだが、てか今の子がわからないような話題を出すな。まあ私も昔やってたバラエティのパロディを見ただけで、内容とかは知らないんだけどね。結構前のやつだもんな。もし気になった方がいましたら調べてみてください。お、ステマかな？ちげえよ。そしてここはどうすればいいんだ？さっきみたいに待ってればいいのか？クリア率の割にほぼ自動コースみたいだし、これはサクサクゴールまでいけそうかよし、じゃあクイでパオが上がったし、先進んでいこうぜ。そしてここで早くも中間。あれ？これ今回マジで簡単なんじゃない？皆さんご安心を。霊夢がこういう時は必ず後半苦戦するフラグでございます。そんなことないもん。サクサククリアしてみせるもん。唐揚げくんがいなくなっちゃった。どこ行ったんだろ？私の存在なしにされてる？これはおそらく上の石を落として、石扱い。このワンワンの鎖を切ればいいんじゃないか？あ、なるほどなるほど。まあ私は分かってたけどね。さあどうかな？よしよし、これでワンワンがクラウンに乗り上昇して、あのハテナブロックを壊してくれるはずなんだぜ。さあ唐揚げくん、いけー。ナイスだ唐揚げくん、ナイスだと思ってるならワンワンって呼んでやれ。お断りします。安心と信頼の即答。さて、今度はどんなギミックだ？子連れ狼になりきれなかった亡霊がこっちに迫ってるんだけど、言い方がひどすぎる。おそらくワンワンの杭をうまく使って、あの土管に入っていくんだろうな。いいでしょう、その勝負、受けて立ちます。さあワンワン、やっちまえ。よし、今だー。あ、しまった、そう、ちくしょうめー。からのあんなー。いろいろうるせえな、仕方ないでしょう。先ほどまで唐揚げと汗水垂らす熱戦を繰り広げておりました。一方的に突き落とされてただろ。よーし、でも無事入れたよ。また中間、そして下にはおなじみのクラウンワンワンペアがいるな。でも花ちゃんまでいる。これはギミックかな？あ、目の前にゴールがあるのに入れない。これは自販機で買うコーンポタージュの底にあるコーンを取りたくても取れない。そんな悲しい気持ちと一緒です。例えがリアルすぎんだよ。てか霊夢、クラウン消えたぞ。あれ？ほんとだ。これどうすればいいんだろ。とりあえず一回戻ってやり直しなんだぜ。そしてここから同じことの繰り返しだったので、何か進展あるまでカットします。はい、なんとなくわかりました。まず花ちゃんを動かしてクラウンを右にやります。そしてしばらく待ちましょう。なんか料理番組みたいになってるぞ。そしてこの後この P スイッチを押して、ボム兵ちゃんを出動させます。いよいよラストスパートなんだぜ。ここでクラウンが上に来るので、クソガメを呼び出します。呼び出すというか、P スイッチの効力が切れただけだけどな。これであとはノコノコが押してくれたクラウンに乗ってゴールってわけか。すごいギミックなんだぜ。正直結構悩んだけど、ギミック解けた時の快感はたまらないね。それでは、ごー。ちくしょうめー。よー。今度こそ、ゴール。今回のステージはかなりうまいギミックで感動なんだぜ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。はい、今回はこんなコースも遊ばれていますからやっていきます。うぷ主は諸事情によりいないんだぜ。いつも編集してるパソコンじゃなくて、ノート PC でやってる関係でリアルな説明してんじゃねえ。あ、そっか、うぷ主は星になりました。もっと違う言い方あるでしょう。さて、今回のコースはドッキリって書いてあったが、驚く要素があるってことだよな。それは問題ありません。普段ファイブナイトアットアフレディーズで失神し続けてるから、それはそれで心配なんだが。さて、社長もゲットしたし、サクサクいきますよー。お、これがドッキリ要素か？てかこのステージ社長と会長喋ってない気がするんだが、このステージが始まる前にミュートオンにしておきました。さらっとオンにするな。報告しろ。オンにしました。今更押せよ。さて、ここは見た目怖そうなゾーンだが、上から会長とかやめてくれよ。これで会長来たら確実にボコボコにされちゃうからまあ来ないでしょ。フラグになるからやめてくれ。よーし、無事このハリハリゾーンをクリア。恐ろしいほどひどいネーミングセンス。ありがとうございます。だから褒めてねーって。ん？これはこのクソガメを蹴り飛ばせばいいのかな？ガメを蹴り飛ばしたお礼に雲とスターをいただきました。まさに浦島太郎。霊夢、浦島太郎の結末知ってるか？え？結末？じゃー。最後は死。だぜ。今度はスターを取ったらすぐ行きます。さあいけ霊夢探検隊。いけいけどんどーん。なんかあるぞ。これはクワトロバジーナ。やばい。赤い彗星に狙い撃ちされるー。じゃあ急げー。って、はやー。これはルート間違えると間に合わないな。今度はクワトロさんちのバジーナくんを避けるため、こっちから行きます。全然避けきれてねえぞ。しかもクワトロさんちのバジーナくんってなんだよ。ティラノさんちのザウルスくんみたいなものです。全然意味がわからん。ってかレイム、ゴール通り過ぎてるぞ。あ、ほんとだ。ではゴール。今回のステージは後半の砲台ゾーンがきつかったんだぜ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこれで終わります。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではではー。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。それでは最後のおまけコーナー、霊夢の一言でお別れしましょう。ではどうぞ。うぷ主、お願いします。お願いだから。このコーナーなくしてー、いい加減きついー。